世の中には機動力野球という言葉があります。その意味合いなんですけども、ホームランを打って4つ塁を進めることが真の機動力野球です。はい、どうもメントスです。はい、今日のね、本日もね DeNA の意外な動画を撮っていきたいなというのは思っております。阪神の甲子園戦でね、惜しくもね悔しい負け方をしてしまいまして、本日の試合ね最下位とのヤクルト戦、神宮での試合だったんですけども、結果を申しますと8対15で見事勝つことができました。ホームランもね3本飛び出しましたし、非常に打線がいい感じに機能してくれました。先発もね大貫選手が素晴らしいピッチングをしてくれて、しっかりとゲームを作ってくれて勝つことができました。ということでね、いつも通り打線や投手リレーの振り返りをしていきたいなと思います。まずはね素晴らしい活躍をしてくれました打線の方から見ていきましょう。こんな感じになっております。そうですね、本当に今日は上位打線も大暴れという感じだったんですけども、下位打線もいい仕事をしてくれました。梶谷選手、ソース選手が5打数の2安打、オースティン選手4打数の2安打1個のフォアボールということで、ホームランは出なかったんですけども、あわやホームランとなるフェンス直撃のツーベース、打撃の調子というものがねめちゃくちゃやっぱいいですね。その選手はね最近ねホームランを出たものの不調という感じだったんですけども、サンシフトをね敷かれてしまいまして、ゲッツーという場面もあったんですけども、3打数の1安打ということで、ツーランホームランを放ってくれました。非常にいいバッティングでしたね。ロペス選手も3打数の1安打1個の犠牲フライで1打点、宮崎選手も一応だったんですけども、今日はツーベースにホームランということで、素晴らしすぎるスリーランホームランですね、放ってくれました。4打数の2安打1本のホームラン3打点。山本選手がですね、右方向への素晴らしいバッティング、さらにはねレフトスタンドへ宮崎選手に続く、2者連続ホームランという形で、これが第3号今季のホームランということで、見事キャリアハイのホームラン数というものを記録しています。今までのねキャリアハイは同率というものがあったんですけども、2号でしたので、3号ということでキャリアハイ、はい、非常にめでたいですね。2打数の、4打数の2安打1本のホームラン1打点。大貫選手がねピッチャーらしくない本当にね素晴らしいバッティングですね。2打数の1安打1個の犠牲フライということで、和者選手のみがね4打数の0安打ということでヒットは出ませんでした。はい、続きまして途中出場の選手を見ていきましょう。こんな感じになっております。はい、ね、中井選手、柴田選手、元坂選手が全てね1打数の0安打ということで、上里選手が守備のみの出場ということになりました。今日の試合なんですけど、一つちょっと言いたいことがあるんですけども、やっぱりちょっと楠本選手の起用という面ですよね。やはり楠本選手はね、2軍の OPS1 がね、超えているという中で、非常にバッティングでね、結果を残して上がってきました。代打ではね、ちょこちょこ出てチャンスを与えているという部分があるんですけども、やはりこういうね、点差とかやっぱね、点差がついている場面では、やはり勝谷選手もね、やっぱ休養というものが怪我明けで必要ということになってきますので、勝谷選手の代わりにね、楠本選手を入れるとかね、やっぱりね、チャンスじゃなくてもいいですけども、やはり楠本選手積極的に僕は使っていってチャンスを与えてほしいという部分があるんです。なのでこういうやっぱ点差が空いている部分などは、勝谷選手の休養も含めて、使ってあげてもいいんじゃないかなというのはね僕は思うんですけども、どうでしょうか。はい、最後に投手リレーの方を見ていきましょう。こんな感じになっております。そうですね、本当に鈴木選手神ですね。10月に入ってから本当に皆さん先発陣は試合を作れてないよという話を毎回しているんですけども、6回を超えているというものはね、6回を超えたのはね2回とも大貫選手のみですので、本当に神ですね。神様すぎますね。パットン選手、その後グニュース選手、石田選手がね無失点ということで抑えてくれました。はい、最後にデメントス、加藤選手を聞きまして、今日の動画を終わっていきたいなと思います。今日はですね、いろいろ候補がいるんですけど、お悩みに悩んでるということで、せっかくね、キャリアハイのね、ホームランを放ってくれましたので、山田選手に挙げていこうかなというのは思っております。デメントス、加藤おめでとうございます。はい、で、今日はこんな感じで終わっていきましょう。明日は坂本選手ということですので、ぜひ勝ってね、連勝というものをしていきたいなというのは思っております。はい、ここまでご視聴ありがとうございます。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、またね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、明日も勝ちましょう。イェイ。敵はすぐ目の前だ。大いなる闘志燃やせ。響け、我の魂。輝ける未来へ。かっ飛ばせ、大和。